皆さんこんにちは、横浜流星です。いこです。どんだけ私たちはこの度ダースの CM キャラクターとして CM に出演させていただきました。 CM 撮影いかがでしたか、IKKO さん。流星くんとですね、共演できて幻じゃなくて現実ありがとうございます。皆さんそれでは CM をご覧ください。どうぞ。あ、ダース、口だけ優しい、ミルクのコク広がる、甘みすっと消えてゆく、とろける広がる癖になる、ダース。エレル森永、そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みが切れよく消えていくの。あー、とろける広がる癖になる、ダース。悪い人、森永。そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みが切れよく消えていくのでした、って感じですよね、横浜さん。はい、とろける広がる癖になる、ダース。そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みが切れよく消えていくのでした。声は梶裕貴でした。とろける広がる癖になる、ダース。どうも。横浜さん、ありがとうございます。お願いします。だけど気持ちはあげあげ上がる横浜くんウェルカムこれでいいか、はい、せーの。そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みがきれよく消えていく。どんだけ上がる私の食べる横浜くん、おいしい、おいしいよね、うん、ウェルカム、じゃあこうやってそれちょっとつけて。横浜流星です。梶と申します。よろしくお願いします。参りましょう。はい、トラックに。はい、よーい、スタート。そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みが切れよく消えていくのでした。声は梶裕貴でした。どうも。どうも。はい、カット。はい、カット。よーい、さあ、ビターのダースでキックオフだ。まずは魅惑のマーベラスな口どけで始まりました。おっと、2列目からカカオの華やかな香りと程よい苦みがファンタジックに広がっていくと思ったら、すっきりシャープに溶けてからのゴール。とろける広がる癖になるダース言いながらはちょっと喜んでる。やる人、やる人はいはい、4番、ま、はい、よーい、スタート。そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みが切れよく消えていくの。あ、とろける広がる癖になるダース。悪い人ムービーの方は横浜さん、撮影すべて終了です。ありがとうございました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 。なんていうんですかね、すごく斬新で面白い撮影だなと思いました、はい、本当にそれぞれ各ジャンルで活躍されている方々がその個性を生かしてダースの魅力を伝えているところかなと思います。掛け合いってとても難しいんですよね、タイミングがね。そうですね、タイミングとか、うん、難しいよね。難しかったですね。だけどその時にもう自分のこと精一杯だから、掛け合い、どうしようどうしようってドキドキしてたんですけどね、すごく優しかったから、入り込みやすかったですね。テレビで拝見させていただいてたものを間近で聞けたすごく嬉しかったです。ありがとうございます。すごく丁寧な方というか、まず最初にご挨拶した時に
プレゼントをしてくださって、で直筆の、あのもうあの控室行って見させてもらったんですけど、メッセージでよろしくお願いしますっていう、なんていう丁寧な方なんだと思いましたし、あとその今回 その CM がより良いものになるようにすごく提案してくださって、本当に IKKO さんのおかげで面白くて、そしてダースの魅力が伝わる素敵な CM になったと思うので、本当に助けられました。とんでもないです、本当に。あ、でも変わらず本当に魅力あふれる方だなっていう印象です。嬉しいな、はい、ウェルカムウェルカムちょっとね、ウェルカム言うよね私ね、はい、最初はじこいっていうんですか、略して言うとね、はいはい、私に見させていただいたんですよ、ありがとうございます、はい、そうするとなんてね、なんだろう、綺麗だな、綺麗な人なんだなと思ってね、最初は見てたんですよ。だけど本当にね、上手だなと思って、自然に本当に日常的に私たちがね、はい、引き込まれていくような感覚っていうんですかね、ナチュラルさがすんごい、なんかが本当に上手だなと。王子様王子様のような感じかな、王子様っていうのがなんかこうあれね、こういう王子様のオーラがこうわーっとね、オーラがすごいなって思った。そのオーラっていろいろあるけど、なんか綺麗なこう澄んだオーラがいいですね。ありがとうございます、ね、なんかそういう感じした。僕のお気に入りはですね、このいちごのダースです個人的にいちごが好きなので、すごくこのダースが僕は、まあ、どれもすごく魅力的で美味しいですけど一番好きです。はい、ちなみに IKKO さんは、もう、この中で、はい、私もね、気が合うなと思った、はい、私もいちごだったなんかいちご良かったですね、はい、美味しいもんね、美味しいですね、IKKO さん今寄せてきましたよね。いや多分寄せるまあだけど本当にいちご美味しいですよね、はい